ち福島八重隊のご紹介をさせていただきましょう。はい、私たちは来年の大河ドラマをきっかけに結成された福島県の PR キャラバン隊です。はい、そうなんです。嬉しいことに来年の NHK 大河ドラマは会津が舞台の八重の桜に決定いたしました。ありがとうございます。人気女優の綾瀬はるかさんが演じる主人公飯島八重は幕末から明治を力強く生き抜いた女性です。そう、幕末の会津で自らスペンサー銃を持ち男勝りに戦った山本八重、そして明治になって京都で日本の近代化に貢献した飯島八重、そんな八重の紹介をご紹介いたします。どうぞ最後まで